ヒロチャンネルサブっていう名前になってますけども、ちょ名前変えようかなと思いまして、まあ、考えついたのがヒロニャンネル、まあ、最初も恥ずかしい、あの僕も今でもちょっと恥ずかしいけど、まあ、多分ずっと聞いとれば、あの、まあ、普通になってくると思います。で今メインチャンネルの方がですね、もうすぐ動画本数600本いくんですけども、597本、ちょっと今ストックしてて出せない動画もあるんですけども、もうすぐ600本、それに対してサブチャンネル、まあ、ほとんどねもう猫の動画出してますけど145本です。はい、ということで最初はですね、この視聴者さんの猫の動画がもっと見たいっていうのでサブチャンネル始めたんですね。そう、サブチャンネル最初からあったわけじゃないんで、メインチャンネルにこうチラッと映るチャチャさんを見て、チャチャだけの動画とか、チャチャだけの動画30分見たいとか、ね、そういうこう声があって、サブチャンネルで、まあ、その見たいっていう人だけ見てもらえればいいかなと思ってやったサブチャンネルですけれども、まあ今となっては結構見てくれる人も多くなり、もう145本も、上げてるということで、まあ、結構ねこれも今まで出してきて再生回数的にも結構再生されております。はい、ということで、なんかサブっていうとなんか嫌だなっていうので、まああとメインチャンネルは見てないけどサブチャンネルだけ見てますよっていう人もなかなか多いんですよね。やっぱ猫にも愛着あるっていうか、猫のチャンネルだよっていうのも、分かるかなということで、そういう感じでね今回、変えたいと思います。ということで、もう今から変わります。だからこれ多分明日出すんで、もうすでに、変わってると思います。名前が変わりますという報告ですね。報告だけしとかないと何みたいになっちゃうね。ということでチャンネル名変わりますけども、今後ともよろしくお願いします。まだチャンネル登録してないよっていう人もねたくさんいますので、エンディングの後の流れるところをね、あの丸いアイコンとかポチって押して、そっからチャンネル登録できるので、ぜひともよろしくお願いします。どうしたのあんたたちね、よろしくお願いします。